雨が降り始めています。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。西さん、初球から狙っていくことはやはり難しいものですか？まあ、しかし初球から狙うという気持ちが大事ですよね。しっかりとボールを絞って積極的にいくということは大事ですよ。その積極性を見せるんでしょうか。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の大貫。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは近本。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。インサイド落ちました。切れました。ファールボール。ノーボールツーストライクです。ボールになります。打ちました。痛烈な打球、これはスタンドへ入りそうです。切れました。ファールボールです。インサイド落ちました。抜けました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスには糸原が入っています。さあ、得点圏には同点のランナーを置いています。まあ、ここはアグレッシブに攻めていってほしいですね。なるほど、そうですね。ワンバウンドヒットになった。同点のランナーが三塁を回った。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。タイガース同点、1対1。試合は振り出しに戻りました。バッターボックスには3番糸井。タイガースこの回1点を入れています。さあ、試合を振り出しに戻し、なおも一打勝ち越しのチャンスです。まあ、このままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあ、ここもつないでいけるか。また初球打ち、落ちた。ヒットになる。勝ち越しのランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース勝ち越しました。2対1になりました。さらにチャンスは続きます。試合を制したのは阪神タイガースです。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、勝ちはしましたが、ややピッチャーに課題が残るような試合になってしまいましたね。そうですね、まあ、とりあえず勝ったということだけが評価できるのかなということですかね。そうですね、ですからピッチャー陣はぜひ修正してほしいと思いますね。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。